こんにちは、ビハイア株式会社の松村です。最近ですね、地方の方に支社を作る会社さんが、まあ、ちらほらと話を聞くようになってきまして、まあそういった地方でのですね、人の集め方というのはなかなか特殊なものがありまして、まあどういうことかと言いますと、やはり人材ですね、東京の方に集まりがちというのは傾向としてございますので、そういった中でですね、どうやって、人材を獲得していくのかっていう部分に関しましては、まあ、やはりですね、本当にもう、他県からですね引っ張ってくるぐらいの勢いがないとなかなか難しいっていうお話を聞きますね。自分の会社がどれだけいいかっていうことをですね、うまくアピールして、もう自分たちの県の中だけだと本当に人も育ってないし、会社もないから他から引っ張ってくることもできないと、まあ、そういった例も聞きますので、そういった会社さんは本当に苦労されてはいるようですけれども、まあ、逆にそういったところでもですね、ゲームプログラマーであったりだとかアニメであったりだとかやりたいっていう方はいらっしゃると思いますので、まあ、そういった方に、どう訴求していくのか、まあ、あるいは、他の県から引っ張っていくのかっていうところでですね、苦心されている企業様が多いように思われます。